ヘンリー&領主です。ありがとうございます。あのまだまだ新人なもので、ね、今日は名前だけでも覚えて帰ってもらおうかなと思いましたね。頑張らなあかんなーって今は外で200回ぐらいしかし暑いですね。今日30度らしいですよ、ね、5月でこんだけ暑かったら来年2月だったらどないなるやろお怖い。今日はねまだ女性が多くてね前べっぴんさんべっぴんさん一人飛ばしてアワイと言いますけどね。一応予定では次あの夜降る雨やったんですけど、とりあえずやめとこう。そんなことそんなあげみよ。あでね、ちょっと最初にお断りしとかなかな。右手がね、あの朝食でギター弾きにくいんです。まああの多分昨日あの松岡浩二君を思いっきり殴ったんで。ちょっと多分調子悪いやつ。松下幸司です。松下。朝9時にね。僕もルーシーさん2人で晩バイトしてるんです。だからお昼過ぎまで寝てるのにね、朝9時にベロンベロンで酎ハイぶら下げてきて飲んでわーわーわー言うて、そりゃどつかれんの決まったらよな。なんぼね、もう仏のまっちゃんって呼ばれてる僕でも。っていうか、どつかれんの分かっとってきてると思うな、たくんな。まあ、わーわーで。あ、相方紹介しておきます。歌とハマリカ、ルーシーちゃんです。ルーシーちゃん。ちなみに、ペットでは僕が彼女のハモニカを吹いています。わかりました。ありがとうございます。今日、ルーシーちゃんのお母ちゃんも来てるんで、あんまりふさわしい。あの、言った人は、ちょっと、それも200円。まあね、わーわー。継続は力だ。あ、もう一個、紹介しといたら、新しいアンプです。あの、名前を、ももちゃん、じゃあ白豚くんって言いますOK、あれは
ピカ。